サイコロを振って街を発展させるマチコロが任天堂スイッチに登場。購入した施設でコインを稼いで4つの特別な施設を最初に購入したプレイヤーが勝利。プレイヤーは順番にサイコロを振り、出た目によってコインがもらえるのですが、いくらもらえるかは施設次第。例えばコンビニ、サイコロの目は4。自分が4を出した時のみコインがもらえます。カフェの目は3。他のプレイヤーが3を出したら、そのプレイヤーからコインをもらいます。麦畑は1。誰かが1を出したら、麦畑を持っている全員がコインをもらえるなど、条件が異なる施設は全15種類。自分のターンに1つだけ購入できます。序盤は施設が少なくコインはあまり動きませんが、施設が増えてくると多くのコインが動き、大逆転が起こることも。すごい。ローカルプレイ以外にオンラインプレイも可能。さあ、どのように街を発展させますか？みんなとマチコロは7月5日配信。